熊の人365話。そして音程ね、音程は絶対プロの歌手の音程でやることないですよ。もう本当に上、今はカラオケはプラス7、半音ずつ7、マイナス7までありますからね。それだけあるわけですけど、兄弟でも親でも声の高さ全く違いますから、歌手に合わせる必要ない。自分に合わせてください。そしてどうやって合わせるかっていうと、その上が目いっぱいキューってなら、言葉が発しやすい高さに抑えてください。そうするとピタッと合いますから。そして自分のリズム、物語の中に自分が共感できるか。本当にね、自分が好きでも、例えばの話です、こうデザインじゃないですか、着てるでこーってもうなんか歌ってらっしゃってですけど、いわゆるこれは何、サングラス、外国の有名なブランドだよって言ってかけて歩いたって似合わないのは似合わないじゃないですか。それと一緒で、好きと似合うは別物で、人がうわーこれいいねって言ったら似合ってる証拠です。ですからそういう似合ってる歌を選んで友達に相談しながら決めるといいですね。そして例えば大会とか結婚式とかそういうのに行くときには、そのようなよそ行きの歌を選んでください。10曲の中の1曲じゃなくて、頭からパーンと勝負できるようなスケールの大きい自分に似合った歌を1曲でいいです。1曲持ってるともう本当それがどこ行っても何も、まあ全部で言うと3曲ぐらいあれば事足りますかね。10曲も20曲もあって自分表現じゃなくて、本当に抑えながら感心からなんてバーンと歌う。とにかく、まあ、似合う歌を歌ってる方、僕本当合わせてあげるのが得意なんですけど、まずキーですね。ああキーが合ってないな、全然違うなっていう、もう本人楽したいから低く歌うわけですよ。もう出るのに、でポッと上げてやると声の響きがバーンと良くなったりしますから、ぜひ似合う歌を探して、そして音の高さを決めて、楽しく歌を歌えるようにしていただけませんか。本当似合うと、好きと似合うと別物。そして友達に相談して自分の似合う歌を探してみてください。本当楽しいです。そうするとその伴奏に合わせ方も分かってくるし、えと思って、まず編曲者を調べてください。え、自分の好きな曲は意外と同じ人が編曲してたっていうのがよく分かるはずです。とにかく歌の中のおかずと相談しながら歌うとか、本当に今までただ単なるたらーっと歌ってたのが、そこまで気遣うようになったらめっちゃ歌が楽しくなりますから、もうそういう勉強していただいて、お役に立つことを僕は願っています。よろしくお願いします。熊の人365話。